ハーレムルネサンス期のハーレムにいたアフリカ系アメリカ人女性たちの姿ハーレムルネサンスとはアメリカ合衆国の特にニューヨーク市マンハッタン区ハーレムにおけるアフリカ系アメリカ人のアート文学音楽文化芸術の前世紀1919年に始まり1930年代初期または中期まで続いたとされる多くの作家の親や祖父母たちは奴隷制 南北戦争後の混乱、ジムクロ労法の中を生き抜いてきた世代であり、アメリカ南部の偏見に満ちた、階層社会を抜け出して、少しでもまともな暮らしを夢見て、北部都市、中西部に移住してきた世代でもあった。これら親や祖父母たちが、ハーレムに結集し生活することで濃縮された唯一、無二な文化が生まれたが、小山語である作家たちはそれら語り部や、 文化の体現者たちから受けた影響をそれぞれ作品に投影させていった。こうしてハーレムはアフリカ系アメリカ人の中心地として有名になり、同時にアメリカ合衆国全体の重要な文化発信地となった。文字を習うことも違法であった親、祖父母の時代から脱却し、文学、音楽などにおいて知性を通して人種的誇りをはっきりと掲げていることが特徴である。 アメリカ合衆国人口の過半数以上を占める白人に広がっていたレシズムに対する挑戦でもあったこれら新しい考え方は後の公民権運動に大いに影響を与えたと考えられる。さらに伝統的ブルースやジャズと実験的であった詩やモダニズム文学などはお互い影響をし合い、ジャズポエトリーなども生まれた。しかし同時にある特定の描き方しか好まない黒人の 保守派知識人たちとの対立も生んだ。ハーレムルネッサンス文化が黒人にとって外世界であるアメリカ白人社会に浸透したのは白人の力によるところが大きい。比較的リベラルな白人の川残用のない寛大さ、強者から弱者への温情的な干渉、黒人に対する罪意識から来る援助などによって出版にこぎつけたり、または 白人パトロンを持つ作家もいた。なお黒人に対して理解のあるこうした白人の他に、作家、アーティストたちを単に一時的流行の資本としか見なさず作詞的な契約を結ぶ白人実業家も少なくなかった。しかし、ブロードウェイのポギートベスやジャズバンドなどでこのような白人のレーシスト的態度を決して許さなかった白人たちもいる。 アフリカ系アメリカ人にとって芸術は自分の人間性と平等を認めさせる手段であったし、また多くの白人にとって新しい文化の波の到来は自らの心に根ざす古い考えを改革、克服する新たな試練にもなった。ありがとうございます。